そこ、うるさいよ。私はね、もう元の時代には帰らないよ。この時代で、あんたのために魔女の研究を続ける。そう決めたんだ。だから、約束してよ。必ず、必ず生きて帰ってくるって。一人で勝てるとでも思ってんの？ソラ、置いてくなんてひどいぞバカ野郎。私は魔女だよ。私以外に誰があんたを守れるんだよ。ディッラ・アルクス・メラーネ・パンドラ。星の鍵よ。サラ、見ることでしか知ることができない。ただのバカ野郎じゃ。知るってことはね、この魂に刻み込むことなんだよ。その魂から魔法の言葉が生まれる。私たちの魂にはね、本物の神様が宿ってるんだよ。そうでしょ、レフィ。ああ、その通りだ。俺たちは自らの輝きで世界を変え、未来を切り開いてみせる。
この声は。これでわかっただろ、バカ野郎。レフィーは人間なんだよ。お前なんかの分身じゃない。みんなの、そして私の思いがレフィーを変えたんだよ。もはや恐れるものなど何もない。今の僕たちは無敵なんだからね。あんなやつぶん殴ってやればいいのよ。標的は4つ。きっとあいつらを倒せば。ええ、必ず神の瞳本体が姿を見せるはず。なら俺たちのやるべきことは1つだな。4つの瞳を倒してレフィーさんの道を開く。最後のとどめは頼んだわよ、レフィー。レフィーさん、ガツンと気合を入れてほしいっす。みんな、これが最後の戦いだ。アウラ竜の輝きのもとに命ずる。メイガス、出動せよ。誰かいるのか。レフィー、このぬくもりは。サラ、わかる？レフィー。ああ、わかる。目に見えずとも、声が聞こえずとも、お前がそこにいることが俺にはわかる。人としての魂か。こればっかりは魔女の私にも作れないもんね。何もかもを失っても魂さえあれば、人ってこうやって触れ合うことができるんだよ。ああ、そうだな。さあ帰ろう、レフィー。ここはあんたのいるべき場所じゃない。あんたのことは私が絶対に連れて帰るから。サラ。長きにわたる戦いにようやく終止符が打たれました。この戦いで多くの人が傷つき涙し、そして多くの命が失われましたけれど、私たちは歩みを止めてはなりません。素敵ですね、女王陛下。いろんなことがあったからの。うちも万感の思いなのじゃ。時の審判が来ることはもう永遠にないんですね。ああ、すべてレフィーのおかげだ。皆さん元気そうっすね。あ、ライラ師匠。なんじゃ、王宮のアイテムでも盗みに来たのか。え、まさか。ちゃんと招待状ももらってるっすよ。師匠、お久しぶりだみょ。おいおいおい、ボナパルトさん。そういえば結局学院に残ったんすね。今やすっかり学院のマスコットなんだよね。違うみょ、マスコットじゃなくて教官だみょ。掃除係の教官だけどね。それは言わない約束ですみょ。フェリシアと人間が手を取り合って生きる世界ですね。そう、世界は変わったのよ。レフィーが願ったように。ええ、そういえば今日は魔女さんと黒バラの人を見てないっすね。
サラ学長とアシュレイ司令なら学院でお仕事だみゃ。学長に司令すか。アシュレイ先輩はメイガスの最高指揮官、サラちゃんは新しい学長先生に就任したんだよ。どこかの誰かさんが仕事を辞めて逃げ出しちゃったからね。永遠の少女はやっぱり冒険がお似合い。それサラさんが聞いたら激怒すると思いますよ。私はここに宣言いたします。知っていった人々の思いを胸に再び世界に命の光を取り戻してみせると。神聖バルディア王国女王イナール・ナディアの名において。失礼します。何か用？頼まれていた衣装はお部屋にご用意しておきました。うん、ありがとう。何に使われるのかは伺いませんが、本当にあの衣装が必要なのでしょうか。だってこの古文書に書いてあるじゃん。しかしあれはどう見てもその。いいんだよ、私が言ってるんだから。サラ学長。やはりまたあの儀式ですか。そうだよ、文句ある？このところ学長がほとんど寝ておられないのは我々も生徒も知っていることです。お気持ちはお察ししますが、あまり無理をされては。これは私にしかできない仕事なんだよ。私がやらなきゃ誰があいつを。学長、キリカ前学長のわがままをあえて聞き入れたのも、学院にある古代の遺産を自由に使いたかったからですね。学長はそれほどまでに。白檀の森に行ってくる。サラ、時の流れに潮は満ち、降る月明かりに抗いて、さざめきは明滅の扉を開く。見よ、アウラルーは大地にありて、今こそ時は覆る。これが最後のチャンスなんだよ。お願い、答えて、レフィー。レフィーだよね。我を呼んだのは何時か。え？なんてな。ようやく俺を戻してくれたな、サラ。レフィー。つうかお前、なんだよその格好。しょうがないじゃん。だって古代の魔女の衣装なんだから。はあ？たく、今も昔も魔女ってやつは変な連中が多いんだな。うるさいぞバカ野郎。そんなこと言ってるとまた異世界に飛ばしちゃうぞ。おいおい勘弁してくれよ。せっかくこの世界に戻れたんだ。また前みたいに一緒にいようぜサラ。レフィー。
もしレフィーさんが死んでも星の瞳にはさせないっす。師匠の先導で永遠にレフィーさんのままでいさせるっす。そんなものよりもっと大切なものができた。それだけの話っすよ。ちょうど神様に会いに行こうと思ってたっす。いやー、師匠とレフィーさんって気が合うんすね。六天老下浸水霊霊救急如律令。自らの輝きで世界を変え、未来を切り開いてみせる。これで分かったっすか？レフィーさんはもう人間なんす。神の瞳の分身じゃないんす。みんなの、そして師匠の思いがレフィーさんを変えたんすよ。もはや恐れるものなど何もない。今の僕たちは無敵なんだからね。あんなやつぶん殴ってやればいいのよ。標的は4つ。きっとあいつらを倒せば。ええ、必ず神の瞳本体が姿を見せるはず。なら俺たちのやるべきことは1つだな。4つの瞳を倒してレフィーさんの道を開く。さ
最後のとどめは頼んだわよ、レフィ。レフィさん、ガツンと気合を入れてほしいっす。みんな、これが最後の戦いだ。アウラ竜の輝きのもとに命ずる。メイガス、出動せよ。レフィさん。誰か、いるのか。レフィさん。この、ぬくもりは。師匠。わかるっすか、レフィさん。ああ、わかる。目に見えずとも、声が聞こえずとも、あんたがそこにいることが、俺にはわかる。師匠も、ようやくわかったっす。師匠は、レフィーさんと巡り合うために、長い長い時間を生きてきた。二人の魂を話すことは、もう、誰にもできないっす。ああ、そうだな。さあ、帰るっすよ、レフィーさん。レフィーさんの体も、魂も、師匠がちゃんと連れて帰ってあげるっすから。師匠。長きにわたる戦いにようやく終止符が打たれました。この戦いで多くの人が傷つき涙し、そして多くの命が失われましたけれど、私たちは歩みを止めてはなりません。素敵ですね、女王陛下。いろんなことがあったからな。陛下も万感の思いだろう。時の審判が来ることはもう永遠にないんですね。ああ、全てレフィのおかげだ。うんうん、その通りなのじゃ。あ、学長、久しぶりじゃの。みんな元気そうで何よりなのじゃ。あんたね、私に学長の仕事をしつけて一年もどこ行ってたんだよ。まあ、良いではないか。めでたい日なのじゃ、何でもよかろう。あんたが言うなよ。学長、お久しぶりだみょ。おお、ボナパルトではないか。そなたは結局、学院に残ったんじゃの。今やすっかり学院のマスコットなんだよね。違うみょ、マスコットじゃなくて、教官だみょ。掃除係の教官だけどね。それは言わない約束でしたみょ。フェリシアと人間が手を取り合って生きる世界ですね。そう、世界は変わったのよ、レフィーが願ったように。うん、そういえば今日はライラ師匠は来ないのかな。そこのバカウサギは招待状は送ってたみたいだけど。そうだ、忘れてたみょ。師匠から手紙が来てたんだみょ。手紙？なんて書いてあるの？お前だ、お元気ですかみょ。みょとは書いてないでしょ。うるさいみょ。我が輩が読んでやるからちゃんと聞くみょ。これは何と読むですかみょ。読めないなら最初から言えよ、バカ野郎。貸してごらんなさい。金慶、私こと師匠はこの度新たに魔界の力を得ることに成功いたしましたっす。魔界の力？またそんな非常識なことを。つきましては、長年ご愛顧いただきました仙道をその名も魔道と改め、魂のリニューアルオープンを、って何これ。要するに真相回転案内か。それにしては怪しすぎるのじゃ。ですよね。幽谷で真相パーティーをやるから来いって書いてあるけど、誰か行く？
私はちょっと。うちもロキオン号の整備が。ボナパルト、あなた言ってあげたら。ニョニョ、我が輩は教官として学院の仕事が。学長代理として命ずる。ボナパルト、出動せよ。本気ですかニョ。私はここに宣言いたします。知っていった人々の思いを胸に、再び世界に命の光を取り戻してみせると。神聖バルディア王国女王イナール・ナディアの名において。どれがいいすかね。一世一代の晴れ舞台ですからな、念入りに選んだ方が良いでしょうな。おう、これなんかどうすか。その衣装はちょっと師匠には地味すぎますな。ふむ、溢れ出る師匠の魔力を表現できてないっすね。つか師匠、本気でパーティーなんてやるつもりか。当たり前っす。世界を救った偉大なる英雄と、それを導いた美しい師匠の世紀の真相回転っすよ。なんだよそれ。ちゃんと記者会見用ではなく魔人召喚用の指輪も用意しましたしな。指輪？師匠の愛じゃなかった、魔力を込めた魂の指輪っす。レフィーガンもつけてほしいっす。おいおい、なんで俺まで。よし、決めたっす。パーティーはこれで行くっす。この衣装は。うひょほん、ぴったりっす。セーラー服かよ。まさに永遠の乙女、純潔の象徴っすからね。いや、師匠の乙女心ですな。泣けますな。魔人の召喚になんで乙女心が。必要っすよ、絶対いるっす。本当かよ。師匠、お久しぶりですにゃ。おお、ボナパルトさん。で、その格好は何ですかみょ。こっちが聞きたいぜ。魔人を呼ぶのに必要な儀式らしいんだが。みょみょ、そんな話は聞いたことがないにゃ。だよな。師匠、そろそろ白状しろよ。実はその…実は？私たち…結婚しましたっす。にゅー！はぁ？ちょっと待て。じゃあこの指輪って…永遠に外れないっすけど、いいっすよね。うわーい！レフィーはずっと師匠のものっす。
全身を使ったタッチ魔法、この私のアルケイの魔力、全部あなたにあげる。でも今こうして私たちはお互いのぬくもりを感じてる。それでいいじゃない。待ってたわ、レフィ。オルモルディ、フェリシアが始めた戦いだもの。蹴りは私がつけないとね。それに私たちもう他人じゃないでしょ。リンダ・アルクス・メラーヌ、タイタニア。輝きじゃない。私たちはいつだって自ら魂を輝かせてきたの。神があるとすればそれは私たちの魂の内側なのよ。そうでしょ、レフィ。ああ、その通りだ。俺たちは自らの輝きで世界を変え、未来を切り開いてみせる。分かったでしょ、レフィはもう人間なのよ。神の瞳の分身じゃない。みんなの、そして私の思いがレフィを変えた。もはや恐れるものなど何もない。今の僕たちは無敵なんだからね。あんなやつぶん殴ってやればいいのよ。標的は4つ。きっとあいつらを倒せば。ええ、必ず神の瞳本体が姿を見せるはず。なら俺たちのやるべきことは一つだな。4つの瞳を倒してレフィさんの道を開く。最後のとどめは頼んだわよ、レフィ。レフィさん、ガツンと気合を入れてほしいっす。みんな
最後の戦いだ。アウラ竜の輝きのもとに命ずる。メイガス、出動せよ。レフィ。誰か、いるのか。レフィ。この、ぬくもりは。オルモルディ。わかる？レフィ。ああ、わかる。目に見えずとも、声が聞こえずとも、あんたがそこにいることが、俺にはわかる。不思議なものね。人間で亡くなったはずの私が、これほどまでに今、人を感じているなんて。ああ、そうだな。さあ、帰りましょう、レフィ。この私が、すべてをかけて、あなたを連れて帰ってあげるから。オルモルディ。長きにわたる戦いに、ようやく終止符が打たれました。この戦いで、多くの人が傷つき、涙し、そして、多くの命が失われました。けれど、私たちは歩みを止めてはなりません。素敵ですね、女王陛下。いろんなことがあったからな。陛下も万感の思いだろう。時の審判が来ることは、もう永遠にないんですね。ああ、すべてレフィーのおかげだ。みなさん、元気そうっすね。あ、ライラ師匠。何よ、王宮のアイテムでも盗みに来たの？え、まさか、ちゃんと招待状ももらってるっすよ。まあ、めでたい日なのじゃ。なんでもよかろう。あんたが言うなよ。師匠、お久しぶりだみょ。おいおいお、ボナパルトさん。そういえば結局、学院に残ったんすね。今やすっかり学院のマスコットなんだよね。違うみょ。マスコットじゃなくて、教官だみょ。掃除係の教官だけどね。それは言わない約束でしたみょ。フェリシアと人間が、手を取り合って生きる世界ですね。そう、世界は変わったんだ。レフィが願ったように。うん、そういえば今日はあの妖精のお医者さんを見てないっすね。フラン先生のこと？オルモルディ様なら旅に出なすったみょ。何でも師匠に負けないすごい魔法を作るらしいみょ。師匠にすか？ええ、そんなことをおっしゃってましたね。あの人は、もともとは聖魔女様だからね。多分記憶を取り戻して、仙道にライバル心でも出たんじゃない？ああ、なんか思い出したっす。確か千年前もそんな感じだったっすね。高い報酬を払うのに、記憶を持ち越せないのはインチキだのなんだの。やっぱり、あんたが転生させたんじゃん。いやいや、これは師匠のご先祖様から聞いた話で。よく言うよ。でもフラン先生、一体どんな魔法を作るつもりなんでしょうね。詳しくは知らないみょが、命の光を持つ魂がいるとか言ってたみょ。命の光を持つ魂？それってもしかして。私はここに宣言いたします。散っていった人々の思いを胸に、再び世界に命の光を取り戻してみせると。神聖バルディア王国女王、イナール・ナディアの名において。話はわかりました。私に任せておいて。本当にロストになったこの人を
元に戻していただけるんですか？心配しないで。私のハイパータッチ整合魔術なら必ず彼を助けてあげられるから。でも、その私たちあまりお金がなくて。それも大丈夫。私はどこかの欲張り仙人と違って報酬はいただかないの。私はただ世界中のロストの人たちを救いたい、それだけなのよ。ああ、まるで聖魔女様のよう。ありがとう。それじゃあ儀式が終わるまで外で待ってていただけるかしら。はい。レフ、準備はいいかしら。まあそれはいいんだが、またこの衣装を着るのか。あら、何か不満？つうか、この衣装どう考えても。あんたなんか勘違いしてるだろ。そう？海の向こうの国ではノーマルなお祈りの衣装って聞いたけど。じゃあこの無知は何なんだよ。確かこうやって。あ、危ねえ。汚れ払いたまえって魂を浄化する呪文とか違うのかしら。絶対に違うと思うぞ、それ。でもほら、この衣装着てるとなんだか気持ちが高まらない？そうか。そうよ、衣装も魔法の一部。私は絶対に効くと思うの、これ。はぁ、あ、タグ、しょうがない、付き合ってやるか。じゃあ始めましょう。私の魔力とあなたの命の光を合わせて。ちょ、あんまりくっつくなって。くっつかないとできないじゃない。ほら、もっとこっちへ来て、レフィ。時の流れに潮は満ち、世界を変えたければ貴様は生きろ。決して早まるな。貴様には仲間との絆があるはずだ。くじけそうな時は仲間の顔を思い出せばいい。俺に言えることはそれだけだ。
人で行くつもりか。アーノギア。貴様を見てるとかつての自分を思い出す。人の絆を捨てようとしている愚か者は放っておけないな。その愚か者に付き合うあんたはどうなんだ、アーノギア。愚か者同士、最後を共にするのも悪くない。ディッラ・アルクス・オルメラーナ、ラグナロク。俺たちは作られたというのか。冗談ではない。では俺たちのこの力は何だ。この力こそ俺たちが自ら勝ち取った魂の力。そうだろう、レフィ。ああ、その通りだ。俺たちは自らの輝きで世界を変え、未来を切り開いてみせる。これで分かったか。デフィはもう人間なのだ。神の瞳の分身ではない。人の絆が、思いの力がデフィを変えたのだ。恐れるものだと何もない。今の僕たちは無敵なんだからね。あんなやつぶん殴ってやればいいのよ。標的は4つ。きっとあいつらを倒せば。ええ、必ず神の瞳本体が姿を見せるはず。なら俺たちのやるべきことは1つだな。4つの瞳を倒してレフィーさんの道を開く。最後のとどめは頼んだわよ、レフィー。お前の手で奴に星の鍵を突き立ててやれ。レフィーさん、ガツンと気合を入れてほしいっす。みんな、これが最後の戦いだ。アウラ竜の輝きのもとに命ずる。メイガス、出動せよ。レフィ。誰かいるのか。レフィ、このぬくもりは。アーノギア。わかるか、レフィ。ああ、わかる。目に見えずとも、声が聞こえずとも、あんたがそこにいることが俺にはわかる。まさか星の瞳が人としての魂を持つとはな。神の瞳をも超える奇跡か。
大した男だ、貴様は。あんたが俺を認めるとはな。さあ、帰ろう、レフィ。今度は俺の番だ。この俺の力、全てをかけて、貴様を連れて帰ってやる。あのギア。長きにわたる戦いにようやく終止符が打たれました。この戦いで多くの人が傷つき涙し、そして多くの命が失われましたけれど、私たちは歩みを止めてはなりません。素敵ですね、女王陛下。いろんなことがあったからな。陛下も万感の思いだろう。時の審判が来ることはもう永遠にないんですね。ああ、全てレフィーのおかげだ。皆さん元気そうっすね。あ、ライラ師匠。何よ、王宮のアイテムでも盗みに来たの？え、まさか。ちゃんと招待状ももらってるっすよ。めでたい日なのじゃ、なんでもよかろう。あんたが言うなよ。師匠、お久しぶりだみょ。おいおいお、ボナパルトさん。そういえば結局学院に残ったんすね。今やすっかり学院のマスコットなんだよね。違うみょ、マスコットじゃなくて教官だみょ。掃除係の教官だけどね。それは言わない約束ですよ。ペリシアと人間が手を取り合って生きる世界と、そう、世界は変わったのよ。レフィーが願ったように。うん、レフィーさんとアーノギアさん、結局戻ってきませんでしたね。そんな顔しちゃダメだよ、あの二人が死ぬわけないじゃないか。ハイネス先輩、そうだよね。だって二人とも伝説の七つ星なんだよ。きっとどこかで生きてるに決まってるよ。そういえば最近貴族たちの間で妙な噂があるそうだ。噂？どんな不可能な依頼も可能にする凄腕のプロフェッショナルだが、その正体は全て謎に包まれているという。プロフェッショナル？分かっていることはただ一つ、そのプロは絶えずコンビで仕事を受けるということだけだ。二人組のプロの噂、それってもしかして？ええ、ズバリあの二人に間違いないでしょうね。私はここに宣言いたします。知っていった人々の思いを胸に、再び世界に命の光を取り戻してみせると、神聖バルディア王国女王イナール・ナディアの名において。遅いな、そろそろ約束の時間のはずだが、要件を聞こう。いつの間に。振り向くな、そのまま前を向いて話せ。失礼しました。私の主人ヒドゥン公爵の希望は、先日お送りした手紙に書いた通りでございます。すなわち女王イナール・ナディアの暗殺、こちらはギャランティーとして1億2000万リコをご用意いたしました。いかがでございましょう。この種のギャランティーとしては破格の金額かと。金額は関係ない。仕事を受けるかどうかは依頼者の真実を見極めてから決めている。はっ、しかし薄汚い政治闘争に俺たちを利用できると思ったか、愚か者め。うわー、
末したか。いや、気絶させただけだ、あのギア。相変わらず甘いな、レフィ。噂の元を立たねば、またこのような愚か者が現れるだけだぞ。金さえ出せばどんな依頼でもか。たく、バカにしやがって。レフィ、俺たちの力はこの世界にあってはならぬものだ。その俺たちが世界のためにできること。分かってるぜ。けど俺たちは殺し屋じゃない。殺さず許せぬ悪だけを打つ、それがプロフェッショナルだろ。まあいいだろう。ああ、女王の命を狙うドブネズミどもを暴き出す。行くぞ、レフィ。